はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修二です。はい、今日のテーマは、妊娠前に知っておくべき医療保険の考え方と公的医療保障。ということでお話ししていきたいと思います。はい、我々ね、マネーセンスカレッジでは医療保険についていろいろお話をしているんですけども、基本的なスタンスとしては医療保険は必要ありませんというお話をしています。はい、ただまあこの妊娠前、もしくはまあその妊婦さんですね、うん、でまた出産ね、まあ、そういったところで医療保険っていうのはあるんじゃないかっていうね、うん、まあそういうお問い合わせ、まあもしくはそういう疑問点っていうのがあったりします。なのでまあそちらについて今回は触れていこうかなというふうに思います。はい、基本的なスタンスは変わりません。うん、はい、基本的にはやはりまあ医療保険っていうものは経済的合理性から考えると必要ないと。うん、でその必要ない理由としては健康保険っていうのがありますよということですね。はい、で我々もね、健康保険っていう名前ですけど、まあ、公的医療保険って言ってもいいです。うん、はい、名前が違うからなんか違うんじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、入院にかかろうが、まあ、通院にかかろうが、お薬もらおうが、まあ、3割負担とかね、まあ、そういうようなもので済むわけですから、うん、その分だけ支払いがあるということなので、まあ、これ十分な保障がね、すでにあるんだということなんですね。うん、はい、それに加えてですね、高額療養費制度とか、まあ、そういったものがあって、まあ、一定金額を超えちゃうと、もう毎月ね、キャップがつくと。うん、大体まあ10万円弱の金額で済んでしまう。まあこれはまあ平均的な収入の方になりますけども、まあそのぐらいの金額で済むと。まあこの前ね、がんの話もしましたけども、がんですら1年以内にまあいわゆる治療が済んでしまうというようなこともありますので、まあいわゆるまあ生活防衛資金として100万円とか150万とか、まあそういうような金額があったり、資産形成がね、進んでいて、で、まあある程度その他の予定で一応貯めておるものではあったとしても、アクシデントに一応耐えることができるということにもなります。はい、まあ、そういった意味合いがありますので、まあ、一応医療保険っていうのはまあ必要ないですよとって言っています。まあ、もしくはまあちょっとね、心の安寧が欲しいという方にとっては生活防衛資金は絶対に貯めていただきたいんですけども、その生活防衛資金があるのが前提なんですが、まあ、それでも減るのが嫌だというような方にとっては、うん、都道府県民共済っていうものがまあ2000円で入れますので、まあ、実質1500円ぐらいなんですけどもね、還付金がありますからね。そうですね、はいはい、なのでそのお金でまあ十分かなというところですね。うん、ただ妊娠また出産ってどうなのっていうところでね、今回はこのお話をしていこうかなというふうに思います。まあ、妊娠出産なんですけども、うん、これ基本的に病気ではありませんので、そうでしょうね、はい、うん、まあ、医療保険とか、まあ、もしくは健康保険の対象外になるんです。あ、なるほど、はい、でただ、まあ健康保険の適用される場合というものがあります。うん、でそれは自然分娩、また普通分娩ではなくて、うん、まあ、例えば、まあ、帝王切開になったとか、はい、まあ、そういった場合に手術が伴う場合があります。うん、でそういった場合は健康保険の対象になるということですね。うん、はい、まあ、もうちょっと詳しくお話しすると、まあ、具体的な例としては、まあ、妊娠高血圧症候群であったりとか、妊娠つわりとかですね、うん、まあ、切迫早産であったりとか、うんうん、まあ、もしくは、まあ、帝王切開とか、うん、まあ、そういったものになりますかね。妊娠中に例えば治療が必要、まあ、もしくは出産時に手術が必要といった場合には、これは健康保険の対象になります。まあ、妊娠出産時にかかるお金としてはですね、まあ、大体50万から60万ぐらい、うんうん、最近ちょっとね上がってきてるんですけどもね、まあまあかかりますね、はい、うん、最近まあニュースでね、まあ、これからお話しますけども、出産育児一時金っていうのがありますが、まあ、そちらの方もね、値上げしようかというような検討に入っているというふうに思います。はいはい、まあ、皆さん多分ご存知だと思うんですけども、まあ、この出産費用っていうのをね、賄うために、まあ、出産育児一時金というのが皆さんね、手に入ります。で、まあ、これは健康保険に加入していれば受給資格を満たすので、通常の、まあ、出産をされる場合にはこの出産育児一時金というのがもらえます。基本的に一律42万円ということになります。うん、はい、まあ、病院がね、特殊な病院というか、まあ、その違うところだと40万ぐらいに下がってしまう時もありますけど、まあ、基本的には42万円もらえると。でこれが双子であったりとか、うん、した場合にはこれ2倍もらえると。あ、1人42万、ね、そうです、お子さん1人当たりということになりますね。はい、で、まあ、これでねほぼ全ての出産にかかる費用っていうのは、うん、まあ、賄えちゃうんですけども、まあ、50から60って言ってましたもんね。そうですね、うんうん、でもちょっと足が出ちゃうんですよね、ちょっとね出てますね。はい、例えば妊娠時のまあいろいろな検診であったりとか、まあ、そういったもので、まあ、大体8万円ぐらいかかるのかな。あ、はい、で、まあ、出産費用が大体50万ぐらいというふうに言われているので、うんうん、まあ、約60万円というふうな形で言われています。もちろんですね、これは普通の出産をした時ですよ。なので例えばすごいこう
セレブ出産なんですね。はい。もうホテルみたいなところで、まあまあまあ、いっぱいなんか食事がね、もうフルコースで出てくると。あ、まあそういうようなものは、バーンと上がっちゃいますので、多分足りなくなるとは思うんですけども、まあ基本的にはね、まあ十分これで対応できるんじゃないかなというところですね。まあ我々がこれなぜ取り扱うっていうふうに考えたかっていうと、まあこの出産にかかるときっていうのが、まあ年齢が若いんですよね。うん。はい。まあ20代、もしくは30代。そうですね。まあ最近はね、まあ40代っていう方もいらっしゃるとは思いますけども、第一子出産で40代ってね、まあ、結構珍しい方だと思うので、うんうんうん、まあ、おそらく多くの方は、まあ、20代からまあ30代ぐらいで、まあ、出産を経験されるんじゃないかなというふうに思います。まあ、多いでしょうね、はい、でそういった時にですね、まあ、いわゆるその金銭面で、まあ、その資産面でですね、はい、まあ、そんなに潤沢にあるわけじゃないっていう状態になるわけですよ、うんうん、でそういった時に、まあ、お金の問題っていうのは結構つきまとうので、まあ、そちらの方のお話をしていこうというところなんですね、うん、でこの42万円っていうのをもらうに関してもですね、この受け取り方っていうのが、まあ、いくつか方法はあるんですけども、事後払いになる場合があるんですね、はいはい、対応している医療機関であれば、うん、届け出とか、まあ、書類を出すことでですね、この42万円を引いた金額の請求がされるとなるほどということになるんですけども、うんうんうん、そうでない場合もあるんですね、うん、はい、でそういった場合にはですね、この42万円っていうものをもらうまでの間ですね、うん、出産育児一時金を担保に、まあ、8割相当ぐらいまで、ほう、だから30何万ぐらいまで、うん、貸し付ける制度もあります。へ、はい、でこれ出産費貸し付け制度っていうのがあります、うん、でこれね、利子取られないので、あ、無利子なんですか、はいはい、まあ、これね結構知識ですよね、はい、これ知らなかったですね、知識ないと、まあ、なんか借金しちゃったりとかすることもあるかもしれないので、確かにね、どこからからこう調達しないとっていう気持ちがね、そういうことです、あ、なるほど、なので、まあ、当面のね出産費用っていうのは、まあ、それで確保できますよと、うんうん、もちろんこれはね、まあ、42万の一部になりますので、うん、まあ、それだけがバンバン使っちゃうと大変なことになりますけどもそうですね、まあ、基本的に無利子ですので、うん、まあ、安心して使えるのかなというところですね、うん、でまたこれもまあ多分ご存知の方は多いとは思いますけども、出産手当金っていうものがもらえますね。これはまあ給与の約3分の2、うん、相当がもらえるものになります。こちらはね、社会保険に加入していれば、皆さんもらえるということですね。まあ、出産予定日の42日前ですね。まあ、双子の場合とか、まあ、多胎妊娠の場合は98日、はい、前からもらえるし、うん、出産の翌日以降ですね、56日目、まあ、これ遅れたとしてももらえますんで、うん、はい、その間、まあ、会社を休んでですね、給料の支払いがないという場合でも、その間3分の2になりますけども支給を受けることができます。まあ、これもね、大丈夫ですね。まあ、例えば妊娠が分かってですね、会社を辞めたという場合であっても、うん、その前の会社に請求することもできますし、大体辞められた場合は旦那様の扶養に入るということになると思いますので、うんうん、まあ、扶養からもらってもいいし、うんうん、はい、ここら辺に、まあ、どちらに請求しても大丈夫という形になりますね。まあ、ここら辺はねちょっと細かい条件がありますので、そちらもね合わせて確認をしていただきたいなというふうにも思うんですけども、でまたこの出産手当金というものがありますけども、他にですね、まあ、似たような制度でね、まあ、傷病手当金というのがあります。でこの傷病手当金にあたるのは、まあ、病気になって、うん、就業できないといった場合に支払える手当金なんですけども、うん、こちらもですね、まあ、いわゆる要件がちょっとずつ違うんですね、はい、ですけども、先ほど少しお話しした、まあ、切迫早産であったりとか、うん、帝王切開とか、まあ、そういったところですね、入院とかまた自宅療養とか、まあ、そういったものでお医者さんからですね、仕事を休むようにというふうな指示を受けた場合は、もうこれは傷病手当金の対象になります、うん、はい、でこれ平均は不可能なんですけども、うん、まあ、どちらか1個もらえることができますし、 どちらか高い方になります。はい、なので、まあ、こちらの方もね、漏れなく受け取って、いただきたいなというふうに思います、うん、で、まあ、健康保険の適用を受けた場合は、先ほども言いましたけど高額療養費制度というのがありますので、1ヶ月に、まあ、その歴日で判断しないといけないんですけども、1日から、まあ、30日31日とか、まあ、そういうところになりますが、その1ヶ月間の中で支払った金額が10万円を超えてしまった場合とかでは、うん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 、まあ、10万円で支払いが止まるというような形もなりますので、はい、こちらの方を使っていただく、まあ、これね月をまたいでしまうと2ヶ月分かかっちゃうんですけども、そうですね、はい、まあ、そういったところがあります。まあ、いわゆるもうキャップがついてるっていうことはすごく安心だと思うんですよね、うん、はい、で、まあ、ここまでね妊娠とか出産に関わるお金のお話をさらっとして、まあ、多分これはご存知の方多いと思うんですが、うん、妊娠する段階になってる方が医療保険っていうのは入った方がいいのかどうかっていうところですね、うん、これは一応検討する余地はあるかなというふうには思います。はい、いわゆるその大体普通分娩で、まあ、皆さん何も自覚することなくですね、まあ、出産することができます、うん、はい、できるんですけども、やっぱり、まあ、体の、ね、中にもう一人の命が入ってくる、うん、
で、まあ、しかもこう女性の体もだいぶ変化しますので、うん、まあ、つわりとかもね、うん、ありますし、そういったところでね、まあ、入院であったりとか通院だったりとか、まあ、そういう何かの症状が出てですね、うん、必要になってくるっていう場合があります。でそういった時にも、まあ、一応この医療保険というのが入っていれば、まあ、その時の入院とかっていうのは出てきます、うん、ただ普通分娩の場合は出てきませんので、これはあの誤解ないように、ね、あ、はいはいはい、これ病気ではありませんので、何かこう問題があった時、病気になった時とかに出ますよ。そういうことです、そういうことです、はい、もし妊娠、まあ、妊活中とかってね、まあ、最近言われたりもするんですけども、うん、結婚されて、まあ、そろそろ赤ちゃん欲しいなというようなところで、まあ、あのご夫婦でですね、うんうん、まあ、家族計画を立てられて、まあ、妊娠に向けてですね準備を始めるといった場合に、もし医療保険に入っておられないのということで、またこれちょっと不安だなというふうに思われる方は、妊娠する前にですね、まあ、医療保険の加入っていうのを検討してもらいたいなというふうに思います、うん、っていうのはこれ妊娠が分かってから入ってもですね、まあ、妊娠にかかるものは全部不担保って言って、あ、まあ、その適用外になってしまいます、はい、なのでもし入られるという場合は、うん、まあ、あの妊娠前に入る、うん、妊活してね、まあ、通常の場合だと、まあ、ある程度の期間で、まあ、妊娠をして、で、まあ、出産に至るという形になるとは思うので、まあ、その医療保険に入る期間っていうのもですね、まあ、あ、短くて済みますよね。そうですね、はい、まあ、そこまで計画的になるかどうかはちょっとわからないですけども、これはあの自然なものなので。まあ、ただ、まあ、あの、普通の病気とは違ってですね、妊娠っていう、ちょっと、まあ、リスクのある時に、まあ、その医療保険っていうものが欲しいっていう方は多分多いというふうに思われますので、まあ、そういった方はですね、まあ、医療保険に入るっていうことも検討されてもよろしいのかなというふうに思います。まあ、この医療保険に入る場合ですね、まあ、必要なものって言ったら、まあ、僕らがいつも推奨している、都道府県民共済の入院保障の分で、はい、十分かなというふうに思います。うん、はい、1日1万円、入りますし、通院もね、保証内容に入ってますので、うん、はい、まあ、そちらの方に入っていただければ、まあ、あのその心配っていうのは、まあ、ある程度払拭できるんじゃないかなというふうに思います。うん、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、基本的に我々は公的医療保障っていうものがあると、うん、まあ、健康保険というすごい大きいものが入っていて、うん、でそれでいろんな手当も出てきます。出産育児一時金も含めてですね、いっぱいあります。で、まあ、この部分で大体は収まるんですけども、まあ、例えば帝王切開とかっていう場合もありますの で、うん、で最近ちょっと帝王切開になる、ね、率が上がっているというふうに思います。高齢出産も増えてきてますから ね、まあ、そうですね。まあ、昔だと35歳以上というのは高齢出産でしたから、うん、はい、まあ、普通ですからね。そうですね、はい、うん、なので、まあ、あのそういったところでリスクを感じるという方もいらっしゃると思いますので、うん、医療保険は基本的にはいらないっていうスタンスですけども、妊娠出産に、まつわる場合はですね、まあ、事前に入っておられても、まあ、問題はないのかなと。まあ、そんなにね、何十年も入るようなものではないと思いますので、はい、はい、こういう、まあ、公的医療保障の部分もちゃんと理解しつつ、医療保険も一応検討していただいて、まあ、安い金額でね、入れますので、掛け捨ての方が一番いいので、まあ、そちらの方が入っていただいて、一番最初の話しましたけど、生活防衛資金っていうものは、まあ、やっぱり重要だということですね。うん、ただ、まあ、若いうちに出産したい、まあ、今しかないっていう場合もあると思うので、まあ、そういった場合に生活防衛資金が十分でないっていう場合があると思います。まあ、そういった方の場合はですね、この検討に十分値すると思いますので、うん、まあ、入っていただいてもよろしいのかなというふうに思います。うん、はい。まあ、ご自身のね、ケースに合わせて、考えてみていただければと、よろしいのかなと思います。はい。で、まあ、一番最後になりますけども、今日お話しした内容、うん、もっともっと詳しく書いてある、ウェブページがあります。はい。我々ね、マネーセンスカレッジの公式サイトの方で、この記事があります。まあ、この動画のね、概要欄のところにもリンクを貼っておきましたので、こちらの方ですね、まあ、ちょっと長くなっていますけども、まあ、こんだけまとまってるところあんまないと思いますので。なるほど。自画自賛ということで。はい、ジュカルさん。はい、もう、素晴らしいライター陣がいますので。そうですね。はい。はい、まあ、こちらのね、記事も、かなり詳しく書いてありますので、そちらも合わせて、参考にしてみてください。はい。今回は、以上になります。はい。じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。